井風墨田川1「何かの用事で今年の盆にはとうとう行かずにしまったところから徘徊師の聖風庵羅月は今戸で時わずの師匠をしている実の妹を訪ねてみたいと毎日そう思っていた。 けれどもささすが日盛りの暑さには家を出かねて夕方のの来るのを待つ夕方になると竹垣へ朝顔を絡ました勝手口で行水を使った後そのまま真っ裸で晩酌を傾けやっとのことで前後離れるので7月の黄昏も家々で炊くかやりの煙とともにいつか夜になって。 盆栽を並べてすだれをかけた窓外の往来に下駄の音職人の鼻歌人の話し声がにぎやかに聞こえ出す羅月はそれからすぐに今戸へ行くつもりで格子戸を出るけれどその辺りの涼み台から声をかけられるがままに腰を下ろすといっぱい期限の話好きにいつも決まって8時か9時の時計を聞いてはびっくりするのであった。 朝夕がいくらか涼しく楽になったかと思うとともに大変に日が短くなった毎朝起きて見るたびに竹垣に咲く朝顔の花の輪が小さくなって西日が燃える炎のように狭い内ちへ差し込んでくる自分には近所一面に鳴くセミの声がことさらに調子せわしく聞こえる8月も半ば過ぎてしまったので 竹垣を越して裏手のトウモロコシの畑に吹き渡る風の響きが、夜などは折より雨かと謝たれた。羅月は若い自分に死体放題身を持ち崩した堂落の名残で、時効の変わり目といえば骨の節々が痛むので、いつも人より先に秋の来るのを感じる。この感覚は朧ながらにも、 月日が流れる水のように過ぎていくという石灰の念をいざなうとともに半分は居眠っている世界の人の心にも何かしらある判断を促す羅月はちょうど8日頃の夕月がまだ真っ白く夕映えの空にかかっている頃に小梅河原町の住まいから今戸をさして歩いていった。 引船通りに沿う堀割りを伝わってすぐさま左へ曲がると土地のものでなければ到底わからないほどに右曲した小道が見巡り稲荷の横手から向島の土手へと通じている小道に沿うては新しく田んぼを埋め立ててまだ人の借りない貸し長屋を建てたところもある広々した構えの外には大きな庭石を据え並べた植木屋もあれば 全くの田舎らしいかやぶきの人家のまばらに続いているところもあるその竹垣の間からは夕月に行水を使っている女の姿の見えることもあった羅月総将はいくら年をとっても昔の仇は変わらないので見て見ぬようにそっと立ち止まるが大概はぞっとしない女房ばかりなのでがっかりしたように歩みを早めて 自分には損も得もない貸し長屋だの売り地の札を見るたびに今度はその方の胸三段をして自分も何か懐手で,で大儲けをしてみたいと思うしかしまた歩いていく小道が田んぼの中へ入って青々した稲の葉に夕風がそよぎ蓮田の蓮に美しい花の咲き乱れているのを見ればさすがは商売柄で記憶に散在している個人の句を うまいいもののだだと思い返すのだった土手へ上がった時には葉桜の影はすでに暗くなって水を隔てた人家には火が見えた吹き晴らす川風に初中に黄ばんだ桜の枯れ葉がはらはら散る休まず歩き続けた暑さにほっと息をついて広げた胸をば扇子で葵だが まだ店をしまわずにいる休み茶屋を見つけて慌てて立ち寄り「おかみさん冷やで一杯」と腰を下ろした夕映えの川向こうに松千山と金龍山の五重の塔を眺めて都鳥の浮き沈みする隅田川にほかけた船の通っていく名所の景色が江戸片木の風流心を動かすにつれて「避けなくて何の己が桜かな」と 少将は急に一杯傾けたくなったのである。休みじゃやの女房が縁の厚い底の上がったコップについで出すのを羅月は飲み干して、そのまま竹屋の渡し船に乗ったが、ちょうど川の中ほどできた頃から静かな体のゆすれにつれて冷酒がおいおいに効いてくるのを覚えた。葉桜の上に輝き染めた夕月の光がいかにも涼しい。 なめらかな満潮の川水は「お前どこ行く?」と歌の文句にある通りいかにも投げ合ったふうに心持ちよく流れている目をつぶって一人で鼻歌を歌った向こうが橋へ着くと急に思い出して近所の菓子屋を探して土産を買い今戸橋を渡ってまっすぐな道をば自分ばかりは足元の確かなつもりで 実はだいいぶらしながら歩いていった「名物の今戸焼きを売る店のそこここに見られるほかにはいずこも同じようなバスへの横丁の低く続いた人家の軒下には話しながら涼んでいる人の浴衣の白さが薄暗い見当の光に際立つばかり辺りは一帯にひっそりしてどこかで犬の吠える声と赤子の鳴く声が聞こえる。 天の川の澄んで見える空に高く茂った樹木の立っている今堂八幡の前まで来ると羅月は間もなく並んだ見当の間に「時わず文字豊と」と鑑定流で書いた妹の家の日を認めたうちの前の往来には人が23人も立って仲なる稽古の歌を聴いていた。 折々恐ろしい音してネズミの走る天井からホヤの曇った六部神のランプが下がってところどころ宝坦の広告画や宮古新聞の新年付録の美人画などでその破れ目を隠した襖をはじめ雨色に古色を帯びたタンスから雨のしみの伝わったネズミ色の壁など八畳の座敷一帯をいかにも薄暗く照らしている。 古ぼけた吉寿の障子を片寄せた縁側の外は庭があるのかないのかわからぬほど真っ暗で軒先の風鈴とともに虫かごの鈴虫が細く鳴き続ける師匠のおよは縁日物の,の植木鉢を並べ不動尊の掛物を掛けた床の間を後ろにしてべったり座った膝の上に三味線を抱えて菓子の鉢で時々前髪の辺りを描きながら 真拍子の声をかけては引くと、稽古本を広げた霧の小机を中にして、こっちには三十前後の番頭らしい男が中音で、そりゃ何を言わシャンス、今さら兄を妹と言うに言われぬ小稲はと小稲半兵衛の道行きを歌う。羅月は稽古の住むまで縁近くに座って、扇子をパチクリさせながら、 「まだ冷や酒のすっかり冷めきらぬところから時々は我知らず口の中で稽古の男と一緒に歌ったが時々は目をつぶって遠慮なくあくびをした後体を軽く左右に揺すりながらお豊の顔をば何の気もなく眺めた」「お豊はもう四十以上であろう薄暗い吊るしランプの光が痩せこけた小作りの体をばなおさらに老けて見せるのでふいと これが昔は立派な七夜の可愛らしい箱入り娘だったのかと思うと羅月は悲しいとか寂しいとかそういう現実の考えを通り過ごしてただただ不思議な気がしてならない。その頃は自分もやはり若くて美しくて女に好かれて道楽してとうとう実家を七匠まで感動されてしまったが今になってはその頃のの全てはどうしても事実ではなくて夢としか思われない。 そので俺の頭を殴った親父にし泣いて意見をした白ネズミの番頭にしろのれんを分けてもらったおよの亭主にしろそういう人たちは怒ったり笑ったり泣いたり喜んだり汗を垂らして飽きずによく働いていたものだが死んでしまった今日から見ればこの世の中に生まれてきても来なくても詰まるところは同じようなものだった。 まだしも自分とおよの生きている間はそれらの人たちは二人の記憶のうちに残されているもののやがて自分たちも死んでしまえば何もかも煙になって跡形もなく消え失せてしまうのであろう実はね二三日うちに私の方からも行こうと思っていたんだよとおよが突然話し出した稽古の男は 半兵衛をさらった後同じような「お妻八郎兵衛」の歌い出しを二三度繰り返して帰ったのだ羅月はもっともらしく座り直して扇子で膝をたたいている「実はね」と同じ言葉を繰り返して「駒込のお寺が祝快晴で取り払いになるんだとさ」。 それでね、死んだお父さんのお墓を谷中かソメイどこかへ引き取らなくちゃならないんだってね45日前にお寺から使いが来たからどうしたものかとその相談に行こうと思ってたのさ。なるほど」と羅月はうなずいてそういうことなら売っちゃってもおけまいもう何年になるかな親父が死んでから。首をかしげて考えたが、 お豊の方は着々問題を進めて「ソメイの墓地の時代が一つもいくら寺への心づけがどうの」と「それについては女の身よりも男の羅月が万事を引き受けて取り計らってもらいたい」というのであった羅月は元小石川表町の相模屋という質屋の長男であったが感動の結果は若隠居させられて頑固な父の死後は おところがご一心この方時勢の変転で次第に花雲の傾いてきた折も折り火事にあって質屋はそれなり潰れてしまった。で風流三昧の羅月はやむなく徘徊で世を渡るようになりおよはその後亭主に死に分かれた不幸続きに。 昔名を取った遊芸を幸い常磐津の師匠で暮らしを立てるようになったおよには今年18になる男の子が一人ある零落した女親がこの世の楽しみというのは全くこの一人息子の出世を見ようということばかりで商人はいつ失敗するかわからないという経験からおよは三度の飯を二度にしても ゆくゆくは我が子を大学校に入れて立派な月給取りにしねばならぬと思っている墓地の相談が済んだので羅月総々は冷えた茶を飲み干しながら長吉はどうしましたするとお豊はもう得意らしく「学校は夏休みですがね遊ばしといちゃいけないと思って本郷まで夜学にやるんですよ」。じゃあ帰りは遅いね。 ええ、いつでも10時過ぎますよ電車はありますがね随分遠道ですからねこちとらとは違って今どきの若い者は関心だね総匠は言葉を切って「中学校だっけね俺は子供を持ったことがねえから当節の学校のことはちっともわからない大学校まで行くにはまだよっぽどかかるのかい」「来年卒業してから試験を受けるんでさね 大学校行く前にもう一つ大きな学校があるんですおとよは何もかも一口に説明してやりたいと心ばかり焦ったけれどやはり時勢に遠い女のことでたちまち言いよどんでしまった大したかかりだろうねええー、それは大抵じゃありませんよ何しろあなた月謝ばかりが毎月一円本題だって試験のたんびに二三円じゃ聞きませんしね それにに夏冬ともに洋服を着るんでしょう。靴だって年に二足は履いてしまいますよ。とよは調子づいてその苦心の程度を一倍強く見せるためか声に力を入れて話したが羅月はその時「それほどにまで無理をするなら何も大学校入れないでも長吉にはもっと身分相応な立身の方がありそうなものだ」とも思った。 しかし、か口出して言うほどのことでもないので何か話題の変化をと望む矢先へ自然に思い出されたのは長吉が子供の自分の遊び友達でお糸と,といったせんべい屋の娘のことである羅月はその頃、おとよの家を訪ねた時には決まっておいの長吉とお糸を連れては奥山や沙竹っぱらの見せ物を見に行ったのだ長吉が18じゃあの子はもう立派な姉さんだろう やっぱり稽古に来るかい。「うちには来ませんがねこの先の絹屋さんには毎日通ってますよもうじき義朝へ出るんだって言いますがね」とおよは何か考えるらしく言葉を切った「義朝へ出るのかそいつは合議だ子供の時からちょいと口の利きようのませたねいい子だったよ今夜にでも遊びに来りゃいいにねえおよ。 と宗庄は急に元気づいたがおよはポンと長ギセルをはたいて以前と違って長吉も今が勉強盛りだしねははは間違いでもあっちゃならないというのかねもっともだよこの道ばかりは全く油断がならないからな <laughs> ほんとさお前さんおよは首を長く伸ばした私のひがめかもしれないが 実はどうも長吉の様子が心配でならないのさだから言わないこっちゃない」と羅月は軽く握り拳で膝頭をたたくおとよは長吉とおとの間がこれと定かに断定はできないけれどただ何となしに心配でならないというのはおとが長唄の稽古帰りに毎朝用もないのにきっと立ち寄ってみる。 それをば長吉は必ず待っている様子でその時間頃には一足だって窓のそばを去らないそれのみならずいつぞやお糸が病気で10日ほども寝ていた時には長吉はよそ目もおかしいほどにぼんやりしていたことなどを息もつかずに語りかけた次の間の時計が九時を打ち出した時突然格子戸ががらりと開いた。その開け方で、 おとよは直角的に長吉の帰ってきたことを知ったので急に話を途切らしてその方に振り返りながら「大変早いようだね今夜は。先生が病気で1時間早く引けたんだ。小梅のおじさんがおいでだよ」。返事は聞こえなかったが次の間に包みを投げ出す音がしてすぐさま長吉はおとなしそうな弱そうな色の白い顔を襖の間から見せた。 に「ひとしきり残暑の夕日が真夏のそれよりも激しく広々した川尾も一帯に燃えたってことさらに大学の帝子の真っ白なペンキ塗りの羽目に反映していたがたちまち灯火の光の消えていくように辺りは全体に薄暗く灰色に変色してきて道来る夕潮の上を滑っていく二船のほのみが真っ白く際立った。 と見る間もなく初秋の黄昏は幕の下りるように早く夜に変わった流れる水が嫌にまぶしくギラギラ光り出してその上に浮かぶ渡し船と乗っている人の頭の一つ一つまでを墨絵のように黒く染め出した包みの上に長く横たわる葉桜の木立は小なたの岸から望めば恐ろしいほど真っ暗で 一時は面白いように引き続いて動いていた二舟はいつの間にか一層残らず上流の方に消えてしまって釣りの帰りらしい小舟がところどころ木の葉のように浮いているばかり見渡す隅田川は再び広々としたばかりか静かに寂しくなった遥か川上の空の外れに夏の名残を示す雲の峰が立っていて 細い稲妻が絶え間なくひらめいては消える長吉はさっきから一人でぼんやりしてある時は今ど橋の欄干にもたれたりある時は岸の石垣から竹屋の渡し場へ降りてみたりして夕日から黄昏、黄昏から夜になる川の景色を眺めていた今夜暗くなって 人の顔がよくは見えない自分になったら今ど橋の上でお糸に会う約束をしたからであるしかしちょうど日曜日にあたって夜学校を口実にもできないので夕飯を済ますとすぐまだ日の落ちぬ先からぷいっと家を出てしまったひとしきり私場へ急いだ人の行き来も今ではほとんど耐えて 橋の下に淀まりする仁船のともしみが慶養寺の高い木立を逆さに移した掘割の水の上に美しく流れた門口に柳のある新しい二階屋からは三味線が聞こえて三夜堀に沿う低い小家の格子戸外には裸の亭主が涼みに出始めた長吉はもう来る自分だと思って一心に橋向こうを眺めた 最初に橋を渡ってきた人影は黒い麻の衣を着た坊主であった続いて尻は処理りの桃引きにゴム長を履いた受け負い師らしい男の通った後はしばらくしてからコウモリ傘と小包を下げた貧しい女房が日和げたで色気もなく砂を蹴立てて大股に歩いて行ったもういくら待っても人通りはない 長吉は仕方なしに疲れた目を川の方に移した「川面は最前よりも一体に明るくなって気味悪い雲の峰は影もなく消えている」長吉はその時長明寺辺りの包みの上の木立から多分旧暦七月の満月であろう赤みを帯びた大きな月の登りかけているのを認めた。 空は鏡のように明るいだけそれを遮る堤と木立はますます黒く星は宵の明星のたった一つ見えるばかりでそのほかはことごとくあまりに明るい空の光にかき消されて横ざまに長くたなびく雲のちぎれが銀色に透き通って輝いている。みるみるうちに満月が木立を離れるに従って川岸のつゆを浴びた瓦屋根や 水に濡れた棒い満潮に流れよる石垣下のもぐさのちぎれ船の横腹竹沢などがいち早くも青く光り出してたちまち長吉は自分の影が橋板の上にだんだんに濃く描き出されるのを知った通りかかる崩壊節の男女が2人「まあご覧よお月様、ま」と言ってしばらく立ち止まった後三夜堀の岸辺に曲がって 書生さん橋の欄間に腰打ちかけてと小家の前で歌ったが金にならないと見たか歌い終わらずに元の急ぎ足で吉原土手の方へ行ってしまった長吉はいつも忍び合いの恋人が経験するさまざまな懸念や待ちあぐむ心のいらちのほかに何とも知れぬ一種の悲哀を感じた。 おいと,と自分の行く末行く末というよりも今夜会って後の明日はどうなるのであろうお糸は今夜かねてから芸者になるべく話のしてある吉兆の芸者屋まで行って相談してくるということでその道中をば二人一緒に話しながら歩こうと約束したのであるお糸がいよいよ芸者になってしまえば これまでのように毎日会うことができなくなるばかりでなく、それが万事の終わりであるらしく思われてならない。自分の知らない、いかにも遠い国へ帰ることなく去ってしまうような気がしてならないのだ。今夜のお月様は忘れられない。一生に二度見られない月だなぁと、長吉はしみじみ思った。 あらゆる記憶の数々が電光のようにひらめく最初地方町の小学校へ行く頃は毎日のように喧嘩して遊んだやがてみんなから近所の板塀や土蔵の壁に相合い傘を描か,かれて生やされた小梅のおじさんに連れられて奥山の見せ物を見に行ったり池の声に負をやったりした三社祭りの折には ある年お糸が踊り屋台へ出て道成寺を踊った町内一同で毎年潮干狩りに行く船の上でも老糸はよく踊った学校の帰り道には毎日のように松山の境内で待ち合わして人の知らない山野の裏町から吉原田んぼを歩いた「はああ老糸はなぜ芸者なんぞになるんだろう芸者なんぞになっちゃいけないと引きとどめたい」 無理にも引きとどめねばならぬと決心したがすぐそのそばから自分は老糸に対して到底それだけの威力のないことを思い返した儚い絶望と諦めを感じた老糸は二つ年下の十六であるが長吉はこの頃になってはことさらに日一日と老糸がはるか年上の姉であるような 一種の圧迫を感じるいや最初から老いとは長吉よりも強かった長吉よりもはるかに臆病でなかった老いと長吉と相合い,い傘を書か,かれてみんなから生やされた時でも老いとはびくともしなかった平気な顔で「長ちゃんは私の旦那だよ」と怒鳴った去年初めて学校からの帰り道を松地山で待ち合わそうと申し出したのも老いとであった。 宮戸座の立ち見へ行こうと言ったのもお糸が先であった帰りの遅くなることをもお糸の方がかえって心配しなかった知らない道に迷ってもお糸は行けるとこまで行ってごらんよおまわりさんに聞けばわかるよと言ってかえって面白そうにズンズン歩いたあたりをかまわず橋板の上に日和桁の葉を鳴らす響きがして小走りに突然お糸が駆け寄った 遅かったでしょ気に入らないんだものおっかさんの言った紙なんぞ」と駆け出したためにことさらほつれた瓶を直したそしておかしいでしょ長吉はただ目を丸くしてお糸の顔を見るばかりであるいつもと変わりのない元気のいいはしゃぎ切った様子がこの場合むしろ憎らしく思われた。 芸者になって遠い下町へ行ってしまうのが少しも悲しくないのかと長吉は言いたいことも胸いっぱいに使えて口には出ないい糸は川水を照らす玉のような月の光にも一向気のつかない様子で「早く行こうよ私お金持ちだよ今夜は中店でお土産を買っていくんだから」とスタスタ歩き出す「明日きっと帰るか?」 長吉はどもるようにして言い切った明日帰らなければあさっての朝はきっと帰ってきてよ普段着なのをいろんなものを持っていかなくちゃならないから松地山の麓を小殿町の方へ出るために細い路地を抜けたなぜ黙ってるのよどうしたのあさって帰ってきてそれからまたあっちへ行ってしまったら おいとちゃんはもうそれななりに向こうううの人になっちまうんだね。もう僕とは会えないんだねちょいちょい遊びに帰ってくるわだけれどあたいも一生懸命にお稽古しなくちゃならないんだもの少しは声を曇らしたもののその調子は長吉の満足するほど十分の悲愁を帯びていなかった長吉はしばらくしてからまた突然になぜ芸者なんぞになるんだ またそんなこと聞くのおかしいよ長さんは老糸はすでに長吉がよく知っている事情をおば再びくどくどしく繰り返した老糸が芸者になるということは45年いやもっと前から長吉にもよく分かっていたことでその起こりは大工であった老糸のててやがまだ生きていた頃 おふくろは手内職にと張り仕事をしていたが、その得意先の一件で橋場の正宅にいるご心臓が老人の姿を見てから、ぜひ娘分にして行く末は立派な芸者に仕立てたいと言い出したことからである。ご心臓の実家は吉町で幅の利く芸者屋であった。しかしその頃は老人の家はさほどに困ってもいなかったし、 第一にかわいい盛りの子供を手放すのがつらかったので親の手元でせいぜい芸を仕込むことになったその後父親が死んだ折には差し当たり頼りのない母親は橋場のご心臓の世話で今のせんべい屋を出したような関係もあり万事が金銭状の義理ばかりでなくて双方の行為から自然と老いとは義長へ行くように誰が強いるともなく決まっていたのである。 百務を承知しているこんな事情を長吉は老糸の口から聞くために質問したのでない老糸がどうせ行かねばならぬものならもう少し悲しく自分のために別れを惜しむような調子を見せてもらいたいと思ったからだ長吉は自分と老糸の間にはいつの間にか互いに疎通しない感情の相違の総じていることを明らかに知ってさらに深い悲しみを感じた。 このお悲しみは、お糸が土産物を買うために仁王門を過ぎて中店へ出たとき、さらにまた耐え難い一歩を進めた。初秋の万涼を追う賑やかな人手の中に、お糸はふいと立ち止まって、並んで歩く長吉の袖を引いて、長ち,ちゃん、あたいもじきあんななりするんだね。ろちりめんだねきっと、あの羽織。 長吉は言われるままに見返ると島田に言った芸者とそれに連れ立って行くのは黒々の紋付きを着た立派な紳士であった「ああ老いとが芸者になったら一緒に手を引いて歩く人はやっぱりああいう立派な紳士であろう」「自分は何年たったらあんな紳士になれるのかしら」「へこび一つの今の所生姿が言うに言われず愛とわしく思われると同時に」 長吉はその将来どころか現在においてもすでに単純な老いとの友達たる資格さえないもののように感じた。でいよいよ御神道の続いた義将の路地口へ来た時は長吉はもうこの上に儚いとか悲しいとか思う元気さえなくなってただぼんやり狭くて暗い路地裏の いやに奥深く行く先知れず曲がり込んでいるのを不思議そうに覗き込むばかりであった「あのひいふうみい4つ目のガストの出てるとこだよ松葉屋と書いてあるだろうねあのうちよ」とおとはしばしば橋場のご心臓に連れてこられたりまたはその用事で使いに来たりしてよく知っている軒先の明かりを指さし示した。 じゃあ僕は帰るよもう」。言うばかりで長吉はやっぱり立ち止まっている。その袖を老いとは軽く捕まえてたちまちこびるように寄り添い「明日かあさってうちへ帰ってきた時きっと会おうね」。いいかいきっとよ。約束してよ。あたいのうちへおいでよ。よくって。ああ。返事を聞くと老いとはそれですっかり安心したもののごとくすたすた路地のいた道を 振り返り返もせずに歩いていったその足音が長吉の耳には急いでかけていくように聞こえたかと思う間もなくチリンチリンと格子戸の鈴の音がした長吉は覚えず後を追って路地打ちへ入ろうとしたが同時に一番近くの格子戸が人声と共に開いて細長い弓張り提灯を持った男が出てきたので なんということなく長吉は気遅れの下ばかりか顔を見られるのがいやさに一山に通りの方へと遠ざかった丸い月は形がだいぶ小さくなって光が青く澄んで静かにそびえる裏通りの蔵の屋,の屋根の上星の多い空の真ん中に高く昇っていた3 月の出が夜ごとに遅くなって、その光はだんだん冴えてきた。それにつれて川風の湿りが次第に強く感じられてきて、浴衣の肌が嫌に薄寒くなった。月はやがて人の起きている頃にはもう昇らなくなった。空には朝も昼過ぎも夕方もいつでも雲が多くなった。 雲は重なり合って絶えず動いているので時としてはわずかにその間間にことさららしく色の濃い青空の残りを見せておきながら空一面に覆いかぶさるすると気候は恐ろしく蒸し暑くなってきて自然としみ出る油汗が不愉快に人の肌をネバネバさせるがしかしまたそういう時には決まってその強弱とその方向の定まらない風が突然に吹き起こって 雨もままたた降降ってははみ、止んではまた降り続く「ことがある。この風やこの雨には一種特別の底深い力が含まれていて寺の樹木や川岸の葦の葉やバスへに続く貧しい家の板屋根に春や夏には決して聞かれない音響を伝える」「日が恐ろしく早く暮れてしまうだけ長い夜はすぐにしんしんと吹け渡ってきて」 夏ならば夕涼みの下駄の音に遮られてよくは聞こえない八時か九時の時の鐘があたりをまるで十二時のごとく静かにしてしまう。コオロギの声は忙しい。ともし火の色は嫌にすむ。秋ああ秋だ。長吉は初めて秋というものはなるほど嫌なものだ。実に寂しくてたまらないものだと身にしみじみ感じた。 学校はもう昨日から始まっている朝早く母親の用意してくれる弁当箱を書物と一緒に包んで家を出てみたが2日目3日目にはつくづく遠い神田まで歩いていく気力がなくなった今までは毎年長い夏休みの終わる頃といえば学校の教場がなんとなく恋しく授業の開始する日が心待ちに待たれるようであったが その初う々いういしい心持ちは全く消えてしまったつまらない学問何度学校は己の望むような幸福を幸福とは全く無関係のものであることを長吉は新しく感じた四日目の朝いつものように七時前に家を出て電車に乗るため観音の境内まで歩いてきたが 長吉はまるで疲れきった旅人が道端の石に腰をかけるように本堂の横手のベンチの上に腰を下ろしたいつの間に掃除をしたものか朝露の湿りを残す小砂利の上には投げ捨てた汚い紙切れもなくていつもにぎやかなだけに朝早い境内は妙に広く神々しく浸透している本堂の廊下には ここで夜明かししたらしいうさんくさい男がいまだに幾たりも腰をかけていてその中には赤じみた人への三尺帯を解いて平気でふんどしを締め直しているやつもあったこの頃の天気の癖として空は低くネズミ色に曇って辺りの樹木からは蝕んだ青いままの木の葉が絶え間なく落ちるカラスやニワトリの鳴き声 鳩の葉音が爽やかに力強く聞こえるあふれる水に濡れたみたらしの石が翻える奉納の手ぬぐいの陰にもうなんとなく冷たいように思われたそれにもかかわらず朝参りの男女は本堂の階段を上がる前にいずれも手を洗うためにと立ち止まるその人々の中に長吉は偶然にも若い一人の芸者が 口には桃色の嶋田に言えて弱々しく両肩の袖口を濡らさぬためか、真っ白い手先をば、腕までも見せるように長く差し伸ばしているのを認めた同時にすぐ隣のベンチに腰をかけている書生が二人「見ろ見ろジンゲルだ悪くないな」と言っているのさえ耳にした島田に言って弱々しく両肩の撫で下がった子作りの姿と 口尻のしまった丸顔、十六七の同じような年頃とが長吉をしてその瞬間危うくベンチから飛び立たせようとしたほどお糸のことを連想せしめたお糸は月のいいあの晩に約束した通りその翌々日にそれからは長く義長の人たるべく手荷物を取りに帰ってきたが その時長吉はまるで別の人のように老いとの姿の変わってしまったのに驚いた赤い色の多いメレンスの帯ばかり締めていた娘姿が突然たった一日の間にちょうど今みたらしで手を洗っている若い芸者そのままの姿になってしまったのだ薬指にはもう指輪さえはめていた 用もないのに幾度となく帯の間から小さい鏡売れた紙入れを抜き出しておしろいをつけ直したり瓶のほつれをなであげたりする外には車を待たしておいていかにも忙しい大切な要件を身に帯びているといったふうで一時間もたつかたたないうちに帰ってしまったその帰りがけ長吉に残した最後の言葉はその母親の おっしょさんのおばさんにもよろしく言ってくれということであったまだいつ出るのかわからないからまた近いうちに遊びに来るわという懐かしい声も聞かれないではなかったがそれはもう今までのあどけない約束ではなくてよなれた人の除才ない挨拶としか長吉には聞き取れなかった娘であったおと幼なじみの恋人のおとは このの世にはもう生きていないなだ道端に寝ている犬を驚かして勢いよく駆け去った車のあとにえも言われず立ち迷った化粧の匂いがいかに苦しくいかに切なく身内に染み渡ったであろう本堂の中にと消えた若い芸者の姿は再び階段の下に現れて仁王門の方へと 素足の指先に突っかけたあずまげたを内輪に軽く踏みながら歩いていく長吉はその後ろ姿を見送るとまたさらに恨めしいあの車を見送った時の一切な思い起こすのでもう何としても我慢ができぬというようにベンチから立ち上がったそして知らず知らずその後を追うて中見の尽きる辺りまで来たが若い芸者の姿はどこの横丁へ曲がってしまったものか もう見えない両側の店では店先を掃除して品物を並べ立てている最中である長吉は夢中で雷門の方へどんどん歩いた若い芸者の行方を極めようというのではない自分の目にばかりありあり見える甥の後ろ姿を追っていくのである学校のことも何もかも忘れて駒形から蔵前蔵前から浅草橋 それから吉町の方へとどんどんん歩いたしかし電車の通っている幕老町の大通りまで来て長吉はどの横丁を曲がればよかったのか少しく当惑したけれども大体の方角はよく分かっている東京に生まれた者だけに道を聞くのが嫌である恋人の住む町と思えばその名をいたずらに路傍の他人に漏らすのが心の秘密を探られるようで ただわけもなく恐ろしくてならない。長吉は仕方なしに、ただ左へ左へといい加減に折れていくと、いずこも同じような蔵造りのとんやらしい消化続きで、引き潮の水底が見えるこれも同じような掘り割りの岸に二度も出た。その結果長吉は遥か向こうに明治座の屋根を見て、やがてやや広い往来へ出たとき、 その遠い道の外れに川蒸気船の汽笛の音の聞こえるのに初めて自分の位置と町の方角とを悟った同時に非常な疲れを感じた聖望の額からのみでなく汗は袴を履いた帯の周りまで染み出していたしかしもう一瞬間とても休む気にはならない長吉は月の夜に連れてこられた路地口叔ば これはまた一層の苦心一層の懸念一層の疲労をもってやっとのことで見出しえたのである片側に朝日が差し込んでいるので路地の中は突き当たりまで見通された格子戸作りの小さいうちばかりでなく昼間見ると意外に屋根の高い蔵もある忍び返しをつけた板塀もあるその上から松の枝も見える 石梅ののった便所の掃除口も見える。ゴミ箱の並んだところもあるその辺に猫がうろうろしている案外に忙しい人通りで極めて狭い土ブ板の上をそれらの人々は互いに身を斜めにねじむけては行き違う稽古の三味線に人の話し声が混じって聞こえる洗い物をする水音も聞こえる赤い腰巻きの裾をまくった子女が 草孔吉殿孔子の一本一本を一生懸命に磨いているのもある長吉は一目の多いのに気遅れしたのみでなくさて路地打ちに進みいったにしたところで自分はどうするのかと初めて反省の地位に立った人知れず松葉屋の前を通ってそっとお糸の姿をかいま見たいとは思ったが りりがあまりに明るるすぎるさらばこのまま路地口に立っていてお糸が何かのようで外へ出るまでの機会を待とうかしかしこれもまた長吉には近所の店先の人目がことごとく自分ばかりを見張っているように思われてとても5分と長く立っていることは不可能である長吉はとにかく思案をし直すつもりで 折から近所の子供を得意にする泡持ち屋のじじがカラカラカラッと絹を鳴らしてくる向こうの横丁の方へ遠ざかったそれから長吉は浜町の横丁をば次第に道の行くままに大川端の方へと歩いていったいかほど機会を待っても昼中はどうしても不便であることをわずかに悟り得たのであるがすると今度はもう学校へは遅くなった。 休むにしては今日の半日これから午後の3時までをどうしてどこに消費しようかという問題の解決に責められた母親のおとよは学校の時間割までをよく知り抜いているので長吉の帰りが1時間早くても遅くてもすぐに心配してうるさく質問する無論長吉は何とでもたやすく言い紛らすことはできると思うもののそれだけの嘘をつく両親の苦痛に遭うのが嫌でならない ちょうど起きかかる川端には水田場の板小屋が取り払われて柳の木陰に人が釣りをしているそれをば通りがかりの人が四五人以上もぼんやり立って見ているので長吉はいい都合だと同じように釣りを眺めるふりでそのそばに立ち寄ったがもう立っているだけの力さえなく柳の根元の支え木に背を寄せかけながらしゃがんでしまった。 さっきから空の大半は真っ青に晴れてきて絶えず風の吹きかうようにもかかわらずじりじり人の肌に焼けつくような湿気のある秋の日光は目の前の大川の水一面にまぶしく照り渡っているので後ろの往来の片側に長く続いた土塀からこんもりと枝を伸ばした茂りの影がいかにも涼しそうに思われて早くもそこには甘酒屋のじじが赤く塗った荷を下ろしていた。 川の向こうは日の光の強いために立ち続く瓦屋根をはじめ一帯の眺望がいかにも汚らしく見えて盛んに梅園を吐く製造場の煙出しよりもはるかに低く風に追いやられた雲の列が動かずに層をなして浮かんでいる釣り道具を売る後ろの小家から11時の時計がなった長吉は数えながらそれを聞いて初めて 自分はいかに長い時間を歩き暮らしたかに驚いたが同時にこの分で行けば3時までの時間を空飛するのもさして難しくはないとやや安心することもできた長吉は釣り師の一人が握り飯を食い始めたのを見て同じように弁当箱を開いた開いたけれどなんだか決まりが悪くって誰か見ていやしまいかとキょろきょろあたりを見回した 幸い昼近くのことで見渡す川岸に人の往来は途絶えている長吉はできるだけ早く飯でも菜でもみんなうのみにしてしまった釣師はいずれも木造のように黙っているし甘酒屋のじじは居眠りしている日なかはますます静かになって犬さえ歩いてこないところから さすがの長吉も自分はなぜこんなに決まりを悪がるのであろう臆病なのであろうとむしろ滑稽にも感じた両国橋と新大橋との間を一巡りした後長吉はいよいよ浅草の方へ帰ろうと決心するにつけてもしやという念に引かされて再び吉兆の路地口に立ち寄ってみたすると昼前ほどには人通りがないのに元気づいて 恐る恐る松葉屋の前を通ってみたがうちの中は外から見ると非常に暗くて人の声三味線の音さえ聞こえなかったけれども長吉には誰にも咎められずに恋人の住む家の前を通ったというそれだけの事実がまるで破天荒の冒険をあえてしたような満足を感じさせたのでこれまでに歩き抜いた身の疲労と苦痛とを長吉はついに後悔しなかった。 4その週間の残りの日数だけはどうやらこうやら長吉は学校へ通ったが日曜日一日を過ごすとその翌朝は電車に乗って上野まで来ながらふいと降りてしまった教師に差し出すべき台数の宿題を一つもやっておかなかった英語と漢文の下読みをもしておかなかったそれのみならず 今日はまた、およそ世の中で何よりも嫌いな、何よりも恐ろしい機械体操のあることを思い出したからである。長吉には、鉄棒から逆さにぶら下がったり、人の竹よりも高い棚の上から飛び降りるようなことは、いかに軍装上がりの教師から強いられても、全級の生徒から一斉に笑われても、到底できうべきことではない。何によらず、体育の遊戯にかけては、 長吉はどうしても他の生徒一同に伴っていくことができないので自然と警部の声の中に孤立してその結果はつまり一同から意地悪くいじめられることになりやすい学校は単にこれだけでも随分嫌なもの苦しいものつらいものであったされば長吉はその母親がいかほど望んだところで今になっては高等学校へ入ろうという気は全くない。 規則として1年間を是非にも過ごさななければならぬ凶暴な寄宿舎生活の逸話を聞くだけでも長吉はすでに肝を冷やしているのであったいつも絵と習字にかけては全球誰も及ぶもののない長吉の正常は鉄拳だとか柔術だとか大和魂だとかいうものよりも全く違った他の方面に傾いている子供の時から 朝夕に母が土星の三味線を聞くのが大好きで、習わずして自然に糸の調子を覚え、街を通る流行り歌などは一度聞けばすぐに記憶するくらいであった。で、その頃、小梅の叔父の螺月総将は、早くも名人になるべき素質があると見抜いて、干物町でも植木棚でもどこでもいいから一流の家元へ弟子入りをさせたらばとお豊に進めたが、 おは断じて承諾しなかったのみならず以来は長吉に三味線をいじることをば口やかましく禁止した長吉は羅月のおじさんの言ったようにあの時分三味線を稽古したなら今頃はとにかく一人前の芸人になっていたに違いないさすればよしや老糸が芸者になったにしたところでこんなに惨めな目に遭わずとも済んだであろう。 あ,あ実に取り返しのつかないことをした一生の方針を誤ったと感じた母親が急に憎くなる例えられぬほど恨めしく思われるに反して羅月のおじさんのことがなんとなく取りすがってみたいように懐かしく思い返されたこれまでは何の気もなく単に事実を事実として母親からもまたおじ自身の口からもたびたび聞いていた おじの宝刀三昧の経歴が恋の苦痛を知り染めた長吉の心にはすべて新しい何かの意味を持って解釈されようとする長吉は第一に小梅のおばさんというのは金平大国の老いらんで吉原解放の当時に頼りのない身の行く末をおじさんに託したということを思い出したおばさんは子供の自分の自分おば非常に可愛がってくれた それにもかかわらず自分の母親のおとよはあまりよくは思っていない様子でボンクレの挨拶もほんのギリ一遍らしいことを構わずそぶりに表していたことさえあった長吉はここで再び母親のことを不愉快にかつ憎らしく思ったほとんど世の目も離さぬほど自分の行いを見守っているらしい母親の慈愛が窮屈でたまらないだけもしこれが 小梅のおばさん見たような人であったら小梅のおばさんは老糸と自分の2人を見て何とも言えない情けのある声でいつまでも仲良くお遊びよと言ってくれたことがある自分の苦痛の何者たるかをよく察して同情してくれるであろう自分の心が少しも要求していない幸福を頭から無理にし言わせまい長吉は偶然にも母親のような正当な身の上の女と 小梅のおばさんのようなある種の経歴ある女との心理を比較した学校の教師のような人と羅ツおじさんのような人とを比較した昼頃まで長吉は東照宮の裏手の森の中で捨て石の上に横たわりながらこんなことを考え続けたあとは包みの中に隠した小説本を取り出して読みふけったそして明日出すべき欠席届には 「いかにしてまた母の認め印を盗むべきかを考えた」「ひとしきり毎日毎夜のように降り続いた雨の後に今度は雲一つ見えないような晴天が幾日と限りもなく続いたがしかしどうかして空が曇るとたちまちに風が出て乾ききった道の砂を吹きまくる。 この風と共に寒さは日に増し、強くなって締め切った。家の戸や障子が絶え間なく、ガタリガタリと悲しく動き出した。長吉は毎朝8時に始まる。学校へ行くために、遅くも6時過ぎに起きねばならぬがすると、毎朝の6時が起きる。たびにだんだん暗くなって、ついには夜と同じく、家の中には灯火の光を見ねばならぬようになった。 毎年冬の初めに長吉はこの鈍い黄色い夜明けのランプの日を見ると何とも言えぬ悲しい嫌な気がするのである母親は我が子を励ますつもりで寒そうな寝巻き姿のままながらいつも長吉よりは早く起きて暖かい朝飯をばちゃんと用意しておく長吉はその親切をすまないと感じながら何分にも眠くてならぬ もうしばらく火鉢の火に当たっていたいと思うものをむやみと時計ばかり気にする母にせきたてられて不平だらだら川風の寒い往来へ出るのであるある時はあまりに世話を焼かれすぎるのに腹を立てて注意される襟巻きをわざと解き捨てて風邪をひいてやったこともあったもう帰らない幾年か前羅月の叔父に連れられて老いとも一緒に鳥の市へ行ったことを思い出す その日からももななく今年も去年去と同じような寒い12月がやってきた長吉は同じようなその冬の今年と去年去年とその前年それからそれと遡って何心なく考えるにつけて人は成長するに従っていかに幸福を失っていくものかを明らかに経験した。子供の時には 朝寒ければゆっくりと寝たいだけ寝ておられたばかりでなく体の方もまたそれほどに寒さを感じることが激しくなかった寒い風や雨の日に帰って面白く飛び歩いたものであるはあそれが今の身になっては朝早く今戸の端の白い霜を踏むのがつらく昼過ぎにはいつも木枯らしの騒ぐ松山の老樹に 早くくくも傾く夕日の色を悲しく感じる。「これから先の一年一年は自分の身にいかなる新しい苦痛を授けるのであろう」「長吉は今年の十二月ほど引かずの早く経つのを悲しく思ったことはない観音の境内にはもう年の位置がたった」「お弟子が持ってくる砂糖袋やかつぶしなどのお歳暮が そそろそろ床の間へ並び出した学校の学期試験は昨日済んで人方ならぬその不成績に対する教師の注意書きが郵便で母親の手元に送り届けられた初めから予期していたことであるから長吉は黙って首を垂れて 何かにつけてすぐに親一人子一人と哀れっぽいことを言い出す母親の意見を聞いていた昼前稽古に来る娘連が帰った後昼過ぎには3時過ぎてからでなくては学校帰りの小娘の群れはやってこぬ今がちょうど母親が一番手すきの時間である風がなくて冬の日が往来の窓一面にさしている檻から 突然まだ格子堂も開けぬ先に「ごめんなさい」という派手な女の声母親が驚いて立つ間もなく上がりがまちの障子の外から「おばさん私よご無沙汰しちまってお詫びに来たんだわ長吉は震えたお糸であるお糸は立派なセルの吾妻コートの紐をときとき上がってきたあら長ちゃんもいたの 学校がお休みあらそうそれからつけたようにほほほと笑ってさて丁寧に手をついてお辞儀をしながら「おばさんおかわりもありませんのほんとについうちが出にくいもんですからあれっきりご無沙汰しちまって」。お糸はさらさの風呂敷に包んだ菓子折を出した長吉はあっけに取られたさまで物も言わずにお糸の姿を見守っている。 母親もちょっとケムにまかれた形で沈没の礼を述べた後には「美しくおなりだよすっかり意味違えちまったよ」と言った「嫌に老けちまったでしょみんなそう言ってよ」とお糸は美しく微笑んで溶けかかった黒ちりめんの羽織の紐を結び直したついでに帯の間からタバコ入れを出して「おばさん私もうバコ飲むようになってよ生意気でしょ 今度は高く笑った。「こっちへお呼んなさい寒いから」と母親のおよは長火鉢の鉄瓶をおろして茶を入れながらいつお披露目したんだえまだよこのお正月するんですってそうお糸ちゃんならきっと売れるわね何しろきれいだしちゃんともうじわできているんだしおかげさまでね と,いとは言葉を切って「あっちのお姉さんも大変に喜んでたわ私なんかよりももっと大きなくせにそれはずい随分できない子がいるんですもの」「この説の起こったからおとよはふと気がついたように茶棚から菓子鉢を出してハいにく何にもなくって同僚様のお名物だってちょっとおつなものだよ」と箸でわざわざつまんでやった。 おっしょさんこんにちは」と甲高な一本上司で2人連れの小娘が創造しく稽古にやってきた「おばさんどうぞお構いなく」何「何いいんですよ」と言ったけれどおよはやがて次の前立った長吉は妙に決まりが悪くなって自然と顔をうつむけたが老糸の方は一向変わった様子もなく小声で「あの手紙届いて」 隣の座敷では2人の小娘が声をそろえて佐賀や小室の花盛り長吉は首ばかりうなずかせてもじもじしている「お糸が手紙をよこしたのは一の鳥の前自分であったついうちが出にくいというだけのことで長吉はすぐさま別れた後の生涯をこまごまと書いて送ったが しかしその待ちもうけたような折り返した老糸の返事はついに聞くことができなかったのである観音様の位置だわね今夜一緒に行かなくってあたい今夜泊まってってもいいんだから長吉は隣座敷の母親を気兼ねして何とも答えることができない老糸は構わずご飯食べたら迎えに来てよと言ったがその後で おばさんも一緒にいらっしゃるでしょうねああと長吉は力の抜けた声になったあのー、おいとは急に思い出して「小梅のおじさんどうなすってお酒によって羽子板屋のおじいさんと喧嘩したわねいつだったか私怖くなっちまったわ今夜いらっしゃればいいのにおいとは稽古の隙を伺ってお豊に挨拶して」。 じゃあ晩ほどどうもお邪魔いたしました」と言いながらすたすた帰った、6. 長吉は風邪をひいた七草過ぎて学校が始まったところから一日無理をして通学したために流行のインフルエンザに変わって1月いっぱい寝てしまったのである。 八幡様の境内に今日は朝から初馬の太鼓が聞こえる。暖かい穏やかな昼過ぎの日光が一面に差し込む表の窓の障子には折々軒を飛ぶ小鳥の影がひらめいて茶の間の隅にいつも薄暗く引っ込んだ仏壇の奥までが明るく見え床の間の梅はもう落ちろうとしている。春は締め切ったうちの中でも明らかに感じられた。 長吉は23日前から起きているのでこの暖かい日をぶらぶら散歩に出かけたすっかり全開した今になってみれば20日以上も苦しんだ大病を長吉はもっけの幸いであったと喜んでいるとても来月の学年試験には休大する見込みがないと思っていたところなので病気欠席の後といえば 落第しても母に対してまことに最も至極な申し訳ができると思うからであった歩いていくうちいつか浅草公園の裏手へ出た細い通りの片側には深い土ブがあってそれを越した鉄柵の向こうにはところどころに冬枯れして立つ大木の下に極の要求点の汚らしい板作りの裏手が続いている。 屋根の低い片側町の陣下はちょうど後ろから深いドブの方へと押し詰められたような気がするので大方そのせいであろうそれほどに混雑もせぬ往来がいつも妙に忙しく見えうろうろ徘徊している人相の悪い車夫がちょっと身なりの小綺麗な通行人の後にうるさくつきまとって乗車を進めている長吉は決まって巡査が立ち番している左手の石橋を越して 公園の奥の方までがずっと見通される四つ筋まで歩いてきて通りがかりの人々が立ち止まって眺めるままに自分も何ということなく曲がり角に出してある宮戸座の絵看板を仰いだ。家に文字の間をくっつけて模様のように太く書いてある表題の木札を真ん中にしてその左右には恐ろしく顔の小さい目の大きい指先の太った人物が ヤグを担いだような大きい着物を着てさまざまな誇張的な姿勢で活躍している様を描いてあるその大きいガバンを覆う屋根型の軒には出汁につけるような作り花が美しく飾りつけてあった長吉はいかほど暖かい日和でもさすがは冬のことでしばらくは場所を選ばず暖かい家の中へ入りたいような気もしていたところから そのまま芝居の建物の片隅に空いている狭い立ち見の戸口へ進み寄った。土間からすぐに恐ろしく足場の悪いはしご段が立っていて、中ほどから曲がるあたりはもう薄暗く、臭い生暖かい人ごみの運気がなおさら暗い上の方から吹き降りてくる。しきりと役者の名を呼ぶ掛け声が聞こえる。それを聞くと長吉は、 都会育ちの観劇者ばかりが経験する特殊の快感と特殊の熱情を覚えたはしご段の23段をひととびに駆け上がって人混みの中に割り込むと何のことはない大きな船の底へ降りたよう床板の斜めになった低い屋根裏の大向こうは 後ろの隅々についている小さなガスの裸身の光がいっぱいに詰まっている見物人の頭に遮られて非常に暗いだけ狭苦しいだけ猿のように人のつかまっている前側の鉄棒から劇場の内部はその天井ばかりがいかにも広く灯火の光に色づいて濁った空気を越して舞台は小さく遠く見えた。舞台は ちょんと打った拍子木の音に今ちょうど回って止まったところである。極めて一直線な石垣を見せた台の上に汚れた水色の布が敷いてあって後ろを限るかき割りには小さく大名屋敷の土塀を描きその上の空一面をば無理にも夜だと思わせるように隙間もなく真っ黒に塗り立ててある。長吉は、 感激に対するこれまでの経験で夜と川端ということからきっと殺し場に違いないと幼い好奇心から背伸びをして首を伸ばすと「果たせる」から耐えざる低い大太鼓の音に例の「バタバタ」が聞こえて左手の辻番小屋の陰から中言の野郎とござを抱えた女とが大きな声で争いながら出てくる見物人が笑った。 舞台の人物は、落としたものを探す手で何かを取り上げると、突然前とは全く違った態度になって、極めて明瞭に、ジョールリー下代、梅谷柳、仲も良い好き、務めまする役人、と読み始める。それを待ち構えて、カナタコナから見物人が声をかけた。再び軽い拍子着の音を合図に、黒子の男が、 右手の隅に立てたかき割りの一部を引き取るいずれも上下を着た歌うたい三人三味線引き二人が窮屈そうに狭い台の上に並んでいてすぐに引き出す三味線から続いて歌うたいが声を合わせて歌い出した長吉はこの種の音楽にはいつも興味を持って聞き慣れているので 場内のどこかで泣き出す赤子の声とそれを知ったする見物人の声に妨げられながらしかも明らかに歌う文句と三味線の手までを聞き分ける「おぼろよに星の影さえ二つ三つ四つか五つか鐘の音ももしや我が身の追ってかとまたしても軽いバタバタが聞こえて夢中になって掛け声する男のみならず城中一帯が景色立つ」。 それも通りだ。赤い襦袢の上に紫樹の幅広い襟をつけた座敷着の遊女がかぶる手ぬぐいに顔を隠して前かがまりに花道から駆け出たのである見えねえ前が高い帽子を取れバカ野郎などと怒鳴るものがある落ちて行方も知らんの船のかがりに網よりも一目糸とうて後先に。 女に扮した役者は花道の尽きるあたりまで出て後ろを見返りながらセリフを述べたその後に歌が続く「しばし佇たずむ上手より梅見返りの船の歌『忍ぶなら闇の世はおかしゃんせ月に雲のわりなく新規待つよいいざよいのうちの守備はええよい』との菊辻浦にいそいそと雲足早き雨空も思いがけなく吹き晴れて 見わす月の顔と顔と物がまた騒ぐ真っ黒に塗り立てた空のかき割りの真ん中を大きくくりぬいてある丸い穴に火がついて雲型の大いおば糸で引き上げるのがこっちからでもよく見えたあまりに月が大きく明るいから大名屋敷の塀の方が遠くて月の方がかえって非常に近く見える。しかしか長吉は 他の見物も同様少しも美しい幻想を破られないばかりでなく去年の夏の末お糸を吉町へ送るため待ち合わせた今どの橋から眺めたあの大きな丸い丸い月を思い起こすともう舞台は舞台でなくなった気流し残髪の男がいかにも思いやられた風で足元危うく歩み出る女とすれ違いに顔を見合わして いか、か。精神様か女は男にすがって「会いたかったわいな」見物人が「いやあご両人よいしょ焼けます」なぞと叫ぶ笑う声「静かに白い」と叱りつける熱情かもあった舞台は愛愛する男女の受水と共に回って 女の方が白羽船の弱みにかかって助けられるところになる。再び元の舞台に帰って男も同じく死ぬことができなくて石垣の上に這い上がる。遠くの騒ぎ歌、風紀の戦望、生存の快楽、境遇の絶望、機械と運命、誘惑、殺人、波乱の上にも客色の波乱を極めてついに演劇の一幕が終わる。 耳元近くから恐ろしく黄色い声が「変わるよ」と叫び出した見物人が出口の方へと雪崩を打って降りかける長吉は急いで歩いた「辺りは明るいけれどももう日は当たっていない」「ごたごたした専属町の小売店ののれんや旗などが激しく翻っている」 通りがかりに時間を見るため腰をかがめて覗いてみると軒の低いそれらの家の奥は真っ暗であった長吉は夕暮れを恐れてますます歩みを早めたがしかし三夜堀から今戸橋の向こうに開ける隅田川の景色を見るとどうしてもしばらく立ち止まらずにはいられなかった川の表は悲しく灰色に光っていて 冬の日の終わりを急がす水蒸気は対岸の包みをおぼろにかすめている二船の穂の間おばカモメが幾はとなく飛び違う長吉はどんどん流れていく川水おば何がなしに悲しいものだと思った対岸の包みの上には一つ二つ火がつき出した枯れた樹木 乾いた石垣汚れた瓦屋根目に入るものはことごとく汗た寒い色をしているだけ芝居を出てから一瞬間とても消え失せない精神といざよいの華々しい姿の記憶が羽子板の教えのようにまた一段と際立って浮かび出す長吉は劇中の人物おば憎いほどに羨んだいくら羨んでも 到底及びもつかない身の上を悲しんだ死んだ方がましだと感じるだけ一緒に死んでくれる人のない身の上をさらに痛切に悲しんだ今戸橋を渡りかけた時手のひらでぴしゃりと横面を張り殴るような川風思わず寒さに胴震いすると同時に長吉は喉の奥から 今までは記憶しているとも心づかずにいた浄瑠璃の一節が我知らず流れ出るのに驚いた「すりゃ情けない精神様今更言うも愚痴なれど」と清元の一派が他流の持すべからざる局長の美霊を託した一節である長吉は無論 太夫さんが首と体を伸び上がらして歌ったほど上手にかつまたそんなに大きな声で歌ったのではない喉から流れるままに口の中で提唱したのであるがそれによって長吉はやみがたい心の苦痛が幾分か和らげられるような心持ちがした「今更言うも愚痴なれど本に思えば岸よりのぞく青柳の」 と思い出す節のちぎれちぎれを長吉は家の格子戸を開ける時まで繰り返し繰り返し歩いた7あくる日の昼過ぎにまたもや宮戸座の立ち見に出かけた。長吉は 恋の二人が手を取って嘆く美しい舞台から昨日初めて発見した夕うべからざる悲哀の美観に酔いたいと思ったそればかりでなく黒ずんだ天井と壁ふすまに囲まれた二階の部屋が嫌に陰気臭くて当家の多い人の大勢集まっている芝居のにぎわいが我慢のできぬほど恋しく思われてならなかったのである長吉は 失った老いとのこと以外に折々はただ何というわけもなく寂しい悲しい気がする自分にもどういうわけだか少しもわからないただ寂しいただ悲しいのであるこの赤箔この悲哀を慰めるために長吉は定めがたい何者かを一刻一刻に激しく要求してやまない 胸の底に潜んだ漠然たる苦痛を誰と限らず優しい声で答えてくれる美しい女に訴えてみたくてならない単に老いと一人の姿のみならず往来ですれ違った見知らぬ女の姿が島田の娘になったり一応返しの芸者になったりまたは丸まげの女房姿になったりして夢の中に浮かぶことさえあった長吉は 二度見る同じ芝居の舞台をば初めてのように興味深く眺めたそれと同時に今度はにぎやかな左右の桟敷の観察をも決して観客しなかった世の中にはあんなに大勢女がいるあんなに大勢女のいる中でどうして自分は一人も自分を慰めてくれる相手に巡り合わないのであろう誰でもいい 自分に一言優しい言葉をかけてくれる女さえあれば自分はこんなに切なくお糸のことばかり思い詰めてはいまいお糸のことを思えば思うだけその苦痛を減殺する他のものが欲しい学校とそれに関連した身の前途に対する絶望のみに沈められてはいまい立ち見の混雑の中にその時突然 自分の肩をつくものがあるので驚いて振り向くと長吉は鳥打ち棒をぶかに黒い眼鏡をかけて後ろの一段高い床から首を伸ばして見下ろす若い男の顔を見た吉さんじゃないかそう言ったものの長吉は吉さんの風采のあまりに変わっているのにしばらくは二の句が告げなかった吉さんというのは 地下田町の小学校時代の友達で理髪師をしている三夜通りのおやじの店でこれまでに常に長吉の髪を買ってくれた若い種であるそれが絹半ケチを首に巻いて二重回しの下から大島紬の羽織を見せ嫌に香水を匂わせながら「長さん僕は役者だよ」と顔を差し出して長吉の耳元につぶやいた。 立ち見の混雑の中でもあるし長吉は驚いたまま黙っているよりしようがなかったが舞台はやがて昨日の通りに川端のだんまりになって劇の主人公が盗んだ金を懐に花道へ駆け入れながら石ぶてを打つそれを合図にちょんと拍子木が響く幕が動く立ち見の人中かから例の「変わるよー」と叫ぶ声。 人なだれが狭い出口の方へと押し合う間に幕がすっかり引かれてしゃぎりの太鼓がどこか分からぬ舞台の奥から鳴り出す吉さんは長吉の袖を引き止めて「長さん帰るのかいいじゃないかもう一幕見ておいでな」役者の色彩を着た卑しい顔の男が渋髪を貼った小猿を持って次の幕の料金を集めに来たので 長吉は時間を心配しながらも、人のすいた後ろの明かり取りの窓へ腰をかけて長吉が並んで腰掛けるのを待つようにして再び「僕は役者だよ変わったろ?」と言いながら古文ちりめんの襦袢の袖を引き出してわざとらしく外した黒い金縁眼鏡の曇りを吹き始めた。 変わったよ僕は初め誰かと思った驚いたかいはははは吉さんは何とも言えぬほど嬉しそうに笑って頼むぜ長さんこう見えたってはばかりながら役者だいい一座の新俳優だあさってからまた新富町よ出そろったら見に来たまえいいかい楽屋口へ回って玉水を呼んでくれって言いたまえ玉水うん玉水三郎 言いながらせわしなく懐から女持ちの紙入れを探り出して小さな名刺を見せ「ね玉水三郎昔の吉さんじゃないぜちゃんともう番付けに出ているんだぜ」「面白いだろうね役者になったら面白かったりつらかったりしかし女には不自由しねえよ吉さんはちょっと長吉の顔を見て「長さん君は遊ぶのかい?」 長吉は「まだ」と答えるのがその瞬間男の恥であるように感じて黙った「江戸市の梶太郎っていうちを知ってるかい今夜一緒においでな心配しないでもいいんだよのろけるんじゃないが心配しないでもいいわけがあるんだからお安くないだろう。ははは。と吉さんはたわいもなく笑った長吉は突然に芸者は 高いんだろうね、長さん君は芸者が好きなのか贅沢だ」と新俳優の吉さんは意外らしく長吉の顔を見返したが「知れたもんさしかし金出して女買うなんざちっとお人が良すぎら僕は公園で23軒待合を知ってるよ連れてってやろう万事放寸のうちにありささっきから3人4人と。 絶えず上がってくる見物人で大向こうはかなりに混んできた前の幕から居残っている連中には待ちくたぶれて手を鳴らすものもある舞台の奥から拍子木の音が長い間を置きながらそれでも次第に近く聞こえてくる長吉は窮屈に腰をかけた明かり取りの窓から立ち上がるすると吉さんはまだなかなかだと独り言のように言って 長さんあら周りの表紙着といって道具立ての出来上がったってことを役者の部屋の方へ知らせる合図なんだあくまでにはまだなかなかよ悠然として巻きタバコを吸い始める長吉はそうかと感服したらしく返事をしながらしかし立ち上がったままに立ち見の鉄棒を越して舞台の方を眺めた花道から平戸間のマスの間をば 吉さんのごとく周りの表紙儀の何たるかを知らない見物人がすぐにも幕が開くのかと思って出歩いていた外から各自の席に帰るべく右方左方へと混雑している横手の桟敷裏から斜めに引き幕の一方に差し込む夕日の光がその進み入る道筋だけ空中に漂うちりとタバコの煙をはありありと目に見せる長吉はこの夕日の光をば なんということなく悲しく感じて折々に吹き入る外の風が大きな波を打たせる引き幕の上を眺めるとそこには市川何々城へ浅草公園芸妓連中として幾たりとなく書きつられた芸者の名前が読まれたしばらくして「吉さん君あの中で知ってる芸者があるかい?」「頼むよ公園はおいらたちの縄張り討ちだぜ」 吉さんは一種のの屈辱を感じたのであろう嘘かまことか幕の上に書いてある芸者の一人一人の経歴要望性質を限りもなく説明し始めた拍子木がちょんちょんと二つなった幕開きの歌と三味線が聞こえ出す舞台の片隅から引かれた幕が次第に細かく早める拍子木の律につれて片寄せられていく。 大向こうから早くも役者の名を呼ぶ掛け声。退屈した見物人の話し声が一時にやんで城内は夜の明けたような一種の明るさと一種の活気を添えた、8. お豊は今戸橋まで歩いてきて4月は今まさに爛漫たる春であることを初めて知った。 手一つの女所帯に追われている身は空が青く晴れて日が窓に差し込み筋向こうの宮戸川といううなぎ屋の門口の柳が緑色の芽を吹くのにやっと時効の変遷を知るばかりなのでいつも両側の汚れた瓦屋根に四方の眺望を遮られている地面の低いバスへの横丁から今突然橋の上に出てみた4月の隅田川は 一年に二三度と数えるほどしか外ですることのない母親おとよの老眼をば信じられぬほどに驚かしたのである。晴れ渡った空の下に流れる水の輝き包みの青草その上に続く桜の花さまざまな旗がひらめく大学の帝子その辺りから起こる人々の叫び声鉄砲の響き渡し船から上がり降りする花見の人の混雑 あたり一面の光景は疲れた母親の目にはあまりに色彩が強烈すぎたおよは私場の方へ降りかけたけれど急に恐るるごとくきびすを返して金龍山下の日陰になった河原町を急いだそして通りがかりのなるべく汚い車なるべく育児のなさそうな車夫を見つけて恐る恐る車屋さん小梅まで 安くくやっってくださいなと言った「おとよは花見どころの騒ぎではないもうどうしていいのかわからない望みをかけた一人息子の長吉は学校を落第してしまったばかりかもう学校へは行きたくない学問は嫌だと言い出したおとよは途方に暮れた結果兄の羅月に相談してみるより他にしようがないと思ったのである。 三度目に掛け合った老う夫がやっとのことでお豊の望む鎮船で小梅行きを承知した「吾妻橋は午後の日光と陣害の中におびただしい人手である着飾った若い花見の男女を乗せて勢いよく走る車の間をばお豊を乗せた老う夫は火事を振りながらよたよた歩いて橋を渡るやいなや大家のにぎわいをよそに すぐと中野郷へ曲がって成平橋へ出るとこの辺りはもう春といっても汚い板葺きの屋根の上にただ明るく日が当たっているというのみで沈退した掘割の水がうららかな青空の色をそのままに映している曳舟通り昔は金平郎の古太夫といわれた羅月の恋人は布子の襟元に手ぬぐいをかけお白いやけのしたしわの多い顔にいっぱいの日を受けて 子どもの群れがめんこや駒の遊びをしているほかにはいたって人通りの少ない道端の格子戸先で張り板に張り物をしていたかけてきて止まる車とそれから降りるお豊の姿を見てまあお珍しいじゃありませんかちょいと今戸のお秘さんですよと開けたままの格子戸からうちの中へと知らせるうちには主人の総将が おの鉢を並べた円近くの小机でしきりと天地神の順序をつける徘徊の線に忙しいところであった。かけているメガネを外して羅月は机を離れて座敷の真ん中に座り直したがたすきを取りながら入ってくる妻のお滝と来訪のおとよ、同じ年頃の老いた女同士は幾度となくお辞儀の譲り合いをしては長々しく挨拶した。 しかしてその挨拶の中に「長ち,ちゃんもお丈夫ですか?ああ」「あしかしあれにも困りきります」というような問答から必要の問題は案外に早く羅月の前に提出されることになったのである羅月は静かに煙草の吸い殻をはたいて「誰に限らず若いうちはとかくに気の迷うことがある気の迷っている時には自分にも覚えがあるが親の意見もあだとしか聞こえない」 他からあまり厳しく干渉するよりはかえって気任せにしておく方が薬になりはしししまいかかと論じたしかし目に見えない将来の恐怖ばかりに満たされた女親の狭い胸にはかかる通人の放任主義は到底入れられるべきものでないおよは長吉が久しい以前からしばしば学校を休むために自分の認め印を盗んで届け書を偽造していたことをば 暗黒な運命の前兆であるごとく声まで潜めて長々しく物語る「学校が嫌ならどうするつもりだ」と聞いたら「まあどうでしょう役者になるんだ」って言うんですよ役者に「まあどうでしょう兄さん私はそんなに長吉の根性が腐っちまったのかと思ったら私はもう実に悔しくてならないんですよ。へえ役者になりたい。 イブカル間もなく羅月は七つ八つの頃によく三味線をおもちゃにした長吉の生い立ちを改想した当人が立ってと望むものなら仕方のない話だが困ったものだおとよは自分の身こそ一家の不幸のために幽霊の師匠に礼落したけれど我が子までもそんな卑しいものにしては先祖の位牌に対して申し訳がないと述べる羅月は 一家の破産滅亡の昔を言い出されると感動までされた本当三昧の身分は何につけハゲ頭をかきたいような当惑を感じるもともと芸人社会は大好きな趣味性からおよの偏屈な思想をば攻撃したいと心では思うもののそんなことからまたしても長たらしく先祖の遺廃を論じらされてはたまらないと危ぶむので。 総長はまずその場を円滑にお豊を安心させるようにと話をまとめかけた。とにかく一応はわしが意見しますよ。若いうちは迷うだけにかえって始末のいいものさ。今夜にでも明日にでも長吉に遊びに来るように言っておきなさい。わしがきっと改心させてみせるから。まあそんなに心配しないがいいよ。何世の中は案じるより有無が安いさ。 よは何分よろしくと頼んでお滝が礼儀に引き止めるのを辞退してその家を出た春の夕日は赤々と東橋の向こうに傾いて花見帰りの混雑を一層引き立ててみせるそのうちにおとよはことさら元気よく歩いていく金牡丹の学生を見るとそれが果たして大学校の生徒であるか否かは分からぬながら 我が子もあのような立派な学生に仕立てたいばかりに幾年間女の身一人で生活と戦ってきたが今は命に等しい希望の光も全く消えてしまったのかと思うと実に耐えられぬ悲愁に襲われる兄の羅月に依頼してはみたもののやっぱり安心ができない何も昔の道楽者だからというわけではない長吉に志を立てさせるのは到底人間技では及ばぬこと 神仏の力に頼らねばならぬと思い出したおよは乗ってきた車から急に雷門で降りた仲見世の雑踏をも今では少しも恐れずに観音堂へと急いで祈祷を凝らした後におみくじを引いてみた古びた紙切れに木版ずりで「大吉」と書いてあるおよは「大吉」という文字を見て少なからず安心はしたものの 大吉はかえって京に帰りやすいことを思い出してまたもや自分からさまざまな恐怖を作り出しつつ非常に疲れて家へ帰った9昼過ぎから亀井戸の龍眼寺の寺内でレンガの会があるというので羅月はその日の午前に訪ねてきた長吉と茶漬けを済ました後 小梅の住まいから押上げの掘割を柳島の方へと連れ立って話しながら歩いた掘割はちょうど真昼の引き潮で真っ黒な汚いデイドの底を見せている上に4月の暖かい日光に照りつけられてドブドロの周期を盛んに発散しているどこからともなく梅園のすすが飛んできてどこということなしに製造上の機械の音が聞こえる。 道端の人家は道よりも一段低い地面に建てられてあるので春の日の光をよそに女房どもがせっせと内職している薄暗い家内の様が通りながらにすっかりと見通されるそういう小家の曲がり角の汚れた羽目には売訳と占いの広告に混じって至る所徐行募集の張り紙が目についた。しかしか間もなく、 この陰鬱な往来は、うねりながらに少しくつま先上がりになっていくかと思うと、片側に赤く塗った妙見寺の塀と、それに対して心地よく洗いざらした料理や橋本の板兵のために突然面目を一新した。貧しい本所の一区がここに尽きて、板橋のかかった川向こうには野草に覆われた土手を越して、亀戸村の畑と木立とが美しい田園の春景色を広げて見せた。 羅月は踏みとどまって、わしの行くお寺はすぐ向こうの川端さ松の木のそばに屋根が見えるだろう。じゃあおじさんここで失礼しましょう長吉は早くも帽子を取る急ぐんじゃない喉が渇いたからまあ長吉ちょっと休んでいこうよ赤く塗った板塀に沿うて妙賢寺の門前に吉津を張った休み茶屋へと 羅月は先に腰を下ろした一直線の掘割はここも同じように引き潮の汚い港底を見せていたが遠く畑の方から吹いてくる風はいかにも爽やかで天神様の鳥居が見える向こうの包みの上には柳のわかめが美しい緑の色をひらめかしているしすぐ後ろの寺の門の屋根にはスズメとツバメが絶え間なくさえずっているので そこここに製造場の煙出しが幾本も立っているにかかわらず町からは遠い春の昼過ぎののどけさは十分に心持ちよく味わわれた羅月はしばらく辺りを眺めたあとそれとなく長吉の顔を覗くようにしてさっきのお話は承知してくれたろうな長吉はちょうど茶を飲みかけたところなのでうなずいたまま口に出して返事はしなかった とにかくもう1年辛抱しなさい。今の学校さえ卒業しちまえば母親だってだんだんとる年だそう頑固ばかりもい,いやあしまいから長吉はただ首をうなずかせてどことあてもなしに遠くを眺めていた引き潮の掘割りにつないだ土舟からは人足が23人して包みの向こうの製造場へとしきりに土を運んでいる。 人通りといっては一人もないこなたの士をば意外にも突然2台の人力車が天神橋の方から駆けてきて2人の休んでいる寺の門前で泊まった大方、墓参りに来たのであろう長家の苗儀らしい丸曲げの女が七八つになる娘の手を引いて門の中へ入っていった長吉は羅月の叔父と橋の上で別れた。 別れときに羅月は再び心配そうに「じゃあ」と言ってしばらく黙った後「嫌だろうけれど当分辛抱しなさい親孝行しておけば悪い報いはないよ」長吉は帽子を取って軽く礼をしたがそのままかけるように早足で元来た押上の方へ歩いていった同時に羅月の姿は雑草のわかめに覆われた川向こうの土手の影に隠れた 羅月は60に近いこの年まで今日ほど困ったことつらい感情に責められたことはないと思ったのである妹およの頼みも無理ではない同時に長吉が芝居堂へ入ろうという希望もまた不正当とは思われない一寸の虫にも五分の魂で人にはそれぞれの気質があるよかれあしかれ物事を無理に強いるのは良くないと思っているので 羅月は両方から板挟みになるばかりでいずれにとも賛同することができないのだ。ことに自分が過去の経歴を改装すれば羅月には長吉の心の内は問わずともそこの底まで明らかに推察される。若い頃の自分には親代々の薄暗い質屋の店先に座ってうららかな春の日をよそに働き暮らすのがいかにつらくいかに情けなかったであろう。 陰ともし火の下で大福町に出入りの金高を書き入れるよりも川沿いの明るい二階屋で小唄や洒落本を読む方がいかに面白かったであろう長吉はひげを生やした堅苦しい勤め人などになるよりも自分の好きな遊芸で世を渡りたいというそれも一生これも一生であるしかし羅月は今読んどころなく意見役の地位に立つ限り それまでに自己の感想を暴露してしまうわけにはいかないのでその母親に対したと同じようなその場限りの気休めを言っておくよりしようがなかった長吉は伊豆子も同じような貧しい本所の町から町をばどしどし歩いた近道を取って一直線に窓の家へ帰ろうと思うのでもないどこへか回り道して遊んで帰ろうと考えるのでもない 長吉は全く絶望してしてまった。長吉は役者になりたい自分の周囲を通すには道場の深い高めのおじさんに頼るよりほかに道がないおじさんはきっと自分を助けてくれるに違いないと予期していたがその希望は全く自分を欺いたおじは母親のように正面から激しく反対を唱えはしなかったけれど聞いて極楽見て地獄の例えを引き 激動の成功の困難舞台の生活の苦痛芸人社会の交際の反差等を長々と語ると同時に一方からは母親の心をも推察してやるようにと叔父の忠告を待たずともよく分かっていることを述べ続けたのであった長吉は人間というものは年を取ると若い自分に経験した 若い者しか知らない反問不安をばケロリと忘れてしまって次の時代に生まれてくる若い者の身の上を極めて無頓着に訓戒批評することのできる便利な性質を持っているものだ年を取った者と若い者の間には到底一致されない見学のあることをつくづく感じたどこまで歩いていっても道は狭くて土が黒く湿っていて 大方は路地のように行き止ままりかと危ぶまれるる。ほど曲がっている苔の生えた苔らぶきの屋根腐った土台傾いた柱汚れた羽目干してあるボロやおしめや並べてある駄菓子や荒物など陰鬱な小家は不規則に限りもなく引き続いてその間に時々驚くほど大きな門構えの見えるのはことごとく製造場であった。 瓦屋根の高くそびえているのは古,寺であった古寺は大概荒れ果てて破れた塀から裏手の乱闘場がすっかり見える束になって倒れた外場とともに青ゴけのシミに覆われた墓石は岸という限界さえ崩れてしまった水たまりのような古い池の中へ行くことなくのめり込んでいる無論新しい田向けの花なぞは一つも見えない。 古池には早くも昼中に蛙津の声が聞こえて去年のままなる枯れ草は水に浸されて腐っている長吉はふと近所の家の表札に「中野郷竹町」と書いた町の名を読んだそしてすぐさまこの頃に愛読した「亀永春水」の梅子読みを思い出した「ああ薄明なあの恋人たちは」 こんな気味の悪い湿地の町に住んでいたのか見れば物語の挿絵に似た竹垣の家もある垣根の竹は枯れきってその根元は虫に食われて押せば倒れそうに思われるくぐり門の板屋根には痩せた柳が辛くも若めの緑をつけた枝を垂らしている冬の昼過ぎひそかに米八が病気の炭治郎を訪れたのも かかるわび住まいの戸口であったろう半次郎が雨の夜の階段に初めていとの手を取ったのもやはりかかる家の人まであったろう長吉は何とも言えぬ恍惚と悲哀とを感じたあの甘くして柔らかくたちまちにして冷淡に無頓着な運命の手にもてあそばれたいという闇がたい空想に駆られた空想の翼の広がるだけ 春の青空が以前よりも青く広く目に遭じる遠くの方から雨降りの朝鮮笛が響き出した笛の音は思いがけないところで妙な節をつけて音調を低めるのが言葉に言えない優秀を模様さしめる長吉は今まで胸にわだかまった叔父に対する不満をしばらく忘れた 現実の苦悶をしばらく忘れた10「気候が夏の末から秋に移っていく時と同じよう春の末から夏の初めにかけては折々大雨が降り続く。専属町から吉原田んぼは珍しくもなく例年の通りに水が出た。 本所も同じようにところどころに出水したそうで羅月はおとよの住む今戸の近辺はどうであったかと23日過ぎてから所要の帰りの夕方に見舞いに来てみると出水の方は無事であった代わりにそれよりももっと意外な災難にびっくりしてしまった老いの長吉が釣り台で今しも本所の非病院に送られようという騒ぎの最中である母親のおよは 長吉が初合わせの薄着をしたまま千祖町近辺の出水の混雑を見にと夕方から夜遅くまで泥水の中を歩き回ったためにその夜から風邪をひいてたちまち長チブスになったのだという医者の説明をそのまま語って泣きながら釣り台の後についていった途方に暮れた羅月はおよの帰ってくるまでいやおうなく留守番にと家の中に取り残されてしまった。 家の中は区役所の出張員が硫黄の煙と石炭酸で消毒した後のまるですすはきか引っ越しした時のような牢石にちょうど人気のない寂しさを加えて葬式の棺桶を送り出したあとと同じような心持ちである世間をはばかるようにまだ日の暮れぬ先から雨戸を閉めた表には夜とともに突然強い風が吹き出したと見えて家中の雨戸がガタガタ鳴り出した。 気候は嫌に肌寒くなって折々勝手口の破れ障子から屋敷の中にまで吹き込んでくる風が薄暗い吊るしランプの火をば吹き消しそうに揺する。とその度々黒いゆ煙がホヤを曇らして乱雑に置き直された家具の影が汚れた畳と腰張りの剥がれた壁の上に動くどこか近くの家で百万遍の念仏を唱え始める声がふと物哀れに耳についた。 羅月はたったっ人で所在がない。退屈でもあるうすさびしい心持ちもするこういう時には酒がなくてはならぬと思って台所を探し回ったが女女体のこととて杯一つ見当たらない表の窓際まで立ち戻って雨戸の一枚を少しばかり引き開けて往来を眺めたけれど向こう側の剣当には酒屋らしい印のものは一つも見えず バスへの街は酔いながらにもう大方は遠しめていて陰気な百万遍の声がかえってはっきり聞こえるばかり川の方から激しく吹きつける風が屋根の上の電線をヒューヒュー鳴らすのと星の光のさえて見えるのとで風のある夜は突然冬が来たような寒い心持ちをさせた羅月は仕方なしに山戸を閉めて 再びぼんやり吊るしランプの下に座って続けざまにタバコを飲んでは柱時計の針の動くのを眺めた時々ネズミが恐ろしい響きを立てて天井裏を走るふと羅月は何かその辺に読む本でもないかと思いついてタンスの上や押し入れの中をあちこちと覗いてみたが書物といっては時わずの稽古本にとじみの古いものぐらいしか見当たらないのでとうとう吊りランプを片手に下げて 正吉のお部屋になった二階まで上がっていった。机の上に書物は幾冊も重ねてある。杉板の本箱も置かれてある。羅月は紙入れの中に挟んだローメガネを懐から取り出して、まず洋装の教科書をおば、もの珍しく一冊一冊広げてみていたが、するうちにバタリと畳の上に落ちたものがあるので、何かと取り上げてみると、 春木の芸者姿をしたお糸の写真であったそっと元のように書物の間に収めてなおもその辺の一冊一冊を何心もなくあさっていくと今度は思いがけない一通の手紙に行き当たった手紙は書き終わらずにやめたものらしく引き裂いた巻紙とともに中途で途切れていたけれど読みうるだけの文字で十分に全体の意味を介することができる。 長吉は一度別れた老いとは互いに異なるその境遇から非一日とその心までが遠ざかっていってせっかくの幼なじみもついには赤の他人に等しいものになるであろうよし時々に手紙の取りやりはしてみても感情の一致していかない是非なさをこまごまと恨んでいるそれにつけて役者か芸人になりたいと思い定めたがその望みもついに遂げられず 虚しく床屋の吉さんの幸福を羨みながら毎日ぼんやりと目的のない時間を送っているつまらなさ今は自殺する勇気もないから病気にでもなって死ねばよいと書いてある羅月はなんというわけもなく長吉が出水の中を歩いて病気になったのは故意にしたことであって全開する望みはもう耐え果てているような実に儚い感じに打たれた 自分はなぜあの時あのような心にもない意見をして長吉の望みを妨げたのかと後悔の念に責められた羅月はもう一度思うともなく女に迷って親の家を追い出された若い自分のことを回想したそして自分はどうしても長吉の味方にならねばならぬ長吉を役者にして老糸と沿わしてやらねば 親代々の家を潰してこれまでに浮世の苦労をしたかいがない通人をもって辞任する松風丸羅月総将の名に恥じると思ったネズミがまた出し抜けに天井裏を走る風はまだ吹きやまない吊るしランプの火は絶えず揺らめく羅月は色の白い目のぱっちりした面長の長吉と 丸顔の口元に愛嬌のある目尻の上がったお糸との若い美しい2人の姿をば人情本の下作者が口への意匠でも考えるように幾度か並べて心の内に描き出したそしてどんな熱病に取りつかれてもきっと死んでくれるな長吉安心しろ俺がついているんだぞと心に叫んだ